ヤッホー、おはようございます、こんばんは、カフェポルトフィーノに来まして、15周年のスペシャルセット、後半戦かな、後半戦のスペシャルセットを頼みました。暗いな、ちょっとこう俺の影が映ってるんですけど、いや、あのテラス席に行きたかったんですけど、今ちょうどヴィランズ始まる前でめっちゃ混んでたから奥に来ました。奥に来たんですけど、これ冷めるっていうか、もうこれ伸びちゃうよな、これ。これほんと こっちちょっと大変やぞ、いろいろ。本当はね、これ前菜やねんけど、前菜食べる前にメイン食べとかんと、あのこれ伸びちゃうからね。この何やったっけ、15周年、これ上何乗ってんやろ、これエビせん、エビのせんべい、あ、いただきます。なんか餅っぽい、何これ。でメインのパスタがジュノベーゼのミートボール、ジュノベーゼミートボール、なんかすっげえ独特しいよね。はい、肉がこんな独特しい、ピント、油も乗ってて独特しい、はい、かじったらこんな感じ。ちょっとジュノベーゼソースついちゃったけど、おいしい、肉おいしいな。エビにしようか迷ったんやけどね、ソースむちゃくちゃ餃子入ってんの。これなんか多分歯真緑やな、多分今暗いからなかなかこんな感じ。おお、うまそう、ええ感じる。これでもやっぱほんま前菜じゃなくて、これメイン先に食べやなあかんな。前菜食べてる暇間にこれほんま伸びちゃうっていうか、ふにゃふにゃになっちゃう。バジルやから強烈な味があるわけじゃなくて、どっちかっつうとオリーブオイル的な感じ。まあ、オリーブオイルの味が強いんかな。例えばミートソースみたいな、このトマトの味が強烈にするか。でもバジルの味って何？バジルの味って何だよ。バジルの味がしてる気はする。バジル、でもバジルの味って何？バジルの味をあんまり今まで意識して食べたことがある。あ、ヴィランズワールド始まっちゃった。さすがにこのこれ店の一番奥のところやけど、ここまでは聞こえてけえへん。結構聞こえてくるか。これ何やろ、白いやつ、ピント、なんかキノコ的な感じの食感。もう、真緑やから全然分かれへん。多分キノコ、何のキノコかちょっと分かれへんけど、マッシュルーム的な食感。今日はちょっとパンも買いました。でかいパン、こうつけて食べれるし、ジュノベーゼ、うん、おいしい。こんな感じということで、これの影むちゃ入りなんということで、綺麗に食べました。でメインが終わって前菜が来ると、ちょっとへんてこな取り合わせ順番ですけど、で前菜の方がこれミッキーさんのパンとか、これラスク的なやつで、これにこれがあのなんかポークパテ、よいしょ、ポークパテらしい、パテ、これパテ、ちょっと待って、ちょっとミッキーさんまず耳ごめんな、よいしょ、耳にパテ乗せるとこんな感じ。うん、美味しい。で、もう一個の、よいしょ、はい、ごめんなさいでね。あ、これもうミッキーさんじゃないやろ、これな。もう一個の耳には、この、なんやろ、これ、液体的なやつ。あ、タコ。タコ入ってるわ。ここでも落ちるやな、落ちる。おっと。タコ見えるから、タコの吸盤。ひっついたら離れへんやつ。タコいただきます。おいしい。ちょっとあんまり味付けは薄いかな。このパテも
もうちょっと濃厚でもいいかも。いや、ましてやこっちのあの海産物的な方のこの液体的なやつはさらにあさりしててあんま味がしん。若干トマトソース的な味がする気がする気がする。ハデスさんのラップが始まった。でこれがキノコ的なやつで、これが葉っぱ、うん、ドレッシング酸っぱい。ハハハです。ハハハです。で、なんか知らんけどこれお菓子的なやつ、これ多分なんかつけるんやな、うん、はい。で、ドリンクはカプチーノにしました。あー、砂糖忘れた。まあいっか。よし、最後デザート。でこれが前半のやつはこのミッキーさんの頭の下チョコレートのドームやったんですけど、後半に変わってこちらのミニーさんのリボンと、一応このなんかドットがついてるなんかスポンジケーキ的な、多分これ中ムースっぽいね。でラズベリー的なソースがついてるケーキセットになっちゃったと。ということでいただきます。まずはミニーさんのおリボンから。これでもこれ単体で食うもんか。はい、生クリーム単体だが必要よ。おかぶーばんじゃないよ。なんか何で俺セリフ言うてんの。はい、これピント、こんな感じでラズベリーソース的なやつをつけて食べます。うん、ムース、ムース好きやなほんま。で、断面が気持ちがいい。断面がこんな感じ。やっぱミッキーさんのチョコレート食べたかったな。早めに来とけよかったな。はい、ということで、15周年の、カフェポルトフィーノの15周年スペシャルセットいただきました。パンも食べたからちょっと長いっぱい。じゃあちょっとこれヴィランズ最後取れるかな。ちょっとヴィランズ見てきますんで、はい、バイナラハッピーハロウィーン。